ってみるよ。今回ご紹介するのはヘラームズ電動ガン CQR。 この後すぐ。この番組の提供は模型パドック、パドック武器店、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ハリケーン。あ、はい、どうも、始まりました、デメリューでーす。絞り、デメリューさんにかぶせないとこ見づらいで、これデメリューでーす。いやー、これね、勉強してもわかんないよね。漢字で書いてあるんだけどさ、こんな漢字ばっかりやったらさ、説明書読んでるこの海外の人たちの目パチパチしねえのかな。目パチパチ、絶対大変だよ、目パチパチ。デメパチパチ。だからさ、そういうわけでですね、今日アイスカイピの撮影がですね、今回このスタジオは本日がラストになりまして、今日何本ですか。今日4本の予定なんですよね。じゃあどう、これも含め3本で終わろうかなと、思ってまして、長かったデメリウムもいよいよですね、場所を変えてのまたリニューアルになるというですね、場所を追われるデメリウムという際になりまして、もう今度はあれかもしれないです、バックがあの海か何かになってるかもしれない。もう、松竹みたいな感じで、今日はこちらのホスカタ小屋から、ね、まさにね、ホッタテ小屋から生臭くお送りしたいと思います。口の開きとかでこうね、臭いのここは、このぐらい生臭い中でね、臭いよ、これ製造されてるところで、今日で、タイをかぶったね、男がめでたいめでたいってやってくる。おかしな話ですけど、旅行のおばちゃんたちに、ね、あ、デメちゃんじゃねーってこうやられる。今回こっちの方にシフトしていくかおばちゃん、旅行のレビュー始まっちゃってね、今日はですね、立石港にやってきましたおいしいですね、お母さん、これ、いや、お母さん、これ何ですか。あ、僕生臭いのダメなんで、これ食べてみて、ありがとうございます、でも食べれないんですよ、生物って。これ塩辛ですか。あ、塩辛美味しそうですね、僕食べれないんですけどそんなに食べれませんでした。塩辛食べれないんですよ、ね、塩辛ばっかじゃないですよね。あの生物のこう処理が、あの光物の、僕お魚食べてるの少ないと思うんですよ、見たことが。しめ鯖食べ、あんまり食べないですよね。焼き鯖は食べても、これです、ね、焼き鯖は食べても、しめ鯖は食べない。なんかですね、こう海の香りを感じるものを食べると重くなるんですよね、口の中。まあそれもあってたい焼きですからね。たい焼き大好きですよ、は問題ないと。魚に見えて実は魚ではないんだと。そうです、あの小麦粉で大体できてます、つまり小麦アレルギーの人は逆にダメだって言われてね。さあさあさあ、そんなわけですね、本日もですね、生放送の方をしております、はい、当日生配信、はい、概要欄の方にリンクがございます、デメリューが2倍3倍4倍5倍15倍楽しく見れると、20倍22倍楽しくぐらいは、まあ楽しく見えるんじゃないかなというね、生配信ね、あの撮影館のね、いろんなよくわからない小言が入ってますんで、そうですね、そちらも見ていただければ、打ち合わせシーンなんかもね見れちゃいますよ、大切な、ぜひその大切な打ち合わせシーンを見ていただいて撮影館に打ち合わせパッとやって撮影に挑むっていうことですね。今の撮影館の打ち合わせはあのですね、彼は電話に行ってくると言って、その電話に行ってる間、僕はあの難波ちゃんとこうなんかよくわからない話をして、打ち合わせは終了したという形になっております。読んでたんじゃないですか、この取説を。あ、読んでました、読んでました、読んでました。そこをもう私はパッとここ あのチャットの国営放送みたいというモブちゃんの発言に対して、そこに漢字がいっぱい書いてあるっていう情報をもとに、あ、多分国営放送みたいだったんだな、そこの打ち合わせをしてたんだな、なるほどなって私は思ってたんですよ。完璧じゃないですか完璧な打ち合わせですよ。わかりました。じゃあ、私は打ち合わせ参加してなくても、その情報だけでもう全てを把握しましたから。わかりました、もうそうしましょう。それでそういうことです。そういうことも楽しめちゃうから、生放送は。さあ、まあ、残り3本ありますんでね、ちょっといかないといけないと思いますが、さあ本編の説明していきたいと思いますが、こちらですね、なんとですね、なんと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 、結構発表は長かったらしいんですけども、いやっと発表が長かった。そう、1年ぐらい前に発表されてるんですよ。発表されて発売さあ1年前ぐらいですね。あ、そういう、でなんともう在庫がなくて、こちらお客様のご協力のもと、ヘラームズのですね、モデルをですね、ご紹介に使っていただいてはということですね、ありがたいお言葉をいただいてますので、気になる方もたくさんいらっしゃると思います。私も気になってはいたけども、実際に触ることはないだろうと思っててですね、我関節のものだったんですけども、こんな機会をいただいたので、ぜひぜひレビューの方させていただきたいと思います。はい、ご紹介するのはこちらです。はい、どん、はい、本日ご紹介するのは IS
CASG コラボ企画のヘラームズ CQR でございます。はい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 、こっちの方がやっぱ映えるな。ここでね、絵が長いからね、こう出しやすいの、これ。さあ、はい、というわけでですね、でんでん太鼓のレビューが浦賀さんが終わったところでですね、私あのデメが、またこう変わってレビューしていくんですけども、パッと見た感じどうでしょう。かっこいいなと思った人、なんだこれと思った人、え、何それと思った人、いろいろいらっしゃると思います。私が初めて見た時の感想は、あ、面白いっていう一言でした。うん、じゃあ何が面白いかというと、これヘラームズというパーツ、はい、メーカーさんのパーツなんですけども、で構成されているものになります。ヘラームズってちょっと聞いたことがある人ない人様々あると思うんですけど、はい、その、まあ、実銃とかでもですね、あの結構聞いたりするパーツのメーカーだったりするんですが、あのね、デミさんもこの辺ついてきました。あ、エラーアームズだね、それ。え、それエラーアームズ、あ、ヘラじゃなくてヘラアームズ、ちょっと違う、絵とヘラからね、ヘラとヘラアームズということで、これですね、CQR っていう意味を私は知りませんが、うん、CQB っていう言葉よく聞くじゃないですか。じゃあどっちなんよって俺はちょっとツッコミ入れたいのが、これマークスマンライフル的なストックじゃないですか。うん、でこのストックとグリップ一体型、サムホールが本来は入るやつなんですけど、はいはい、サムホール以上のものが入るというですね、これ、あの手が入っちゃう、そう、これデザイン性が、まあ、手の大きさにもよりますけど、でもまあ入っちゃう、入るでしょうね。でこうやって持って歩けるってことですね。それぐらいこうがっちりついてるんですけど、なんとですね、こちらは、今ノーマルじゃないんです。ノーマルじゃない、これノーマルのレビューじゃなくて、うちのカスタムのレビューにもカスタムされてまして、内容としましてはアンブレーカブルカスタムとブラッシュアップ、要はバレルの周りなど、あと耐久性を上げる加工、それプラスアルファイージー1000モーターというですね、私たちがおすすめしている海外製のモデルの最大やった一番いい状態になってます。で一番もういい状態なんですけども、この僕左手ずっとこう握ってるじゃないですか、握り心地が A です。このグリップちょっと大げさかなと思ってたんですけど、かなり握り心地いいです。あの僕も銃を構えてこう CQB とかやった時です、ね、しっかりとこう握り込んでグリップできるっていうのが、こうやって今まではね一点のやつとかでこんな大げさなと思う人いると思いますけど、案外いいです。まああの P90 とかね、そうなんです、あのこういう系統ですね、こういう系統で前に親指を入れて押し付けるっていう、中身のカスタムで外はあのこういう形なんです、ね、こういう形なんです。で、ストックからねまたご紹介していきますけども、はい、バッテリーは、はい、なんとですねこんなにストック大きいんですけど、はい、ここのストックパイプの中しかバッテリーが入らないんです、はい、で、六角レンチを多分購入しなくてはいけないのですが、日本の六角はついてないです。これファルクから持ってきてるんですけど、バッテリーを入れさせてこちらのですねレンチで外してもらわないとバッテリーが入りませんので、レンチが必要になります。ご注意ください。で、注意事項としてですね、箱に書いてるんですけども、どうですどうですか、そのあの一回止まりましたけど、はい、今若干の放送事故かな思われました。大丈夫ですか。Warning と、はい、日本語で書いてますね、下で SSS 注意事項と、これシステムの名前らしいんですよね、 SSS っていうの 3S みたいな、バッテリーは 7.4V か 11H のリポバッテリーでご使用くださいと、それ以外のバッテリーで、使用すると重大な破損の恐れがあり保証対象外となりますのでご注意くださいというですね、ちゃんとしたことが書いてあるんですけど、これ中文でも書いてあるんです。 SSS 系統使用注意事項、限定使用 11H 一気に 7.4V 副特の、よくわからない電池、値上が 7.4 から 11H を使えと多分書いてます。英語でも書いてまして、スパニッシュですか ESP ってわからないですけど、ギターのメーカーですか ESP ってちょっとわからないですけど、そんなことが書いてあります、箱にもですね。ですからバッテリーの電圧はしっかりと、守ってくださいねということなんですけども、なぜかというとですね、こちら
電子制御が入っているということでですね、なんとバーストショットまでもできて、あとプリコックなどもできてしまうというですね、かなりの優れものになっております。ただ、こちらのね、どんな基板が入ってるんですか、そっちに。これですね、上下にメカボックスが分離するんです、 ICS で、ここの下の部分に LED カラーで説明書がですね、これまたね、残念なことに日本語がはしょられてると。その代わり英語、中学で習いますね。僕は習った記憶がございません。いや、習った記憶がないっていうか勝手に消してませんか。多分消してるんだと思います。それと中国語か、台湾語かなんかよくわかりませんけど、台湾語だから漢字のやつですね、書いてあって、またなんかこっちにもあのマニュアル3ラウンドバーストモードとかですね、はいはい、読めてるでしょ今。インスクティブなんかよくわかんないですけど、だんだんちょっと怪しくなってきました ね。でこれはね、あのね、漢字日本の近い漢字で読めばなんとなくわかりますから。トリガーですなんとなくわかります。もうまあまあ、これはちょっとあの説明書読んでくださいって言ってもね、日本語じゃないもんだから、これ読んでくださいって言っても読めない人ももちろんいます。いますからね。僕はこの、 あの語学力の塊もないような男が、そのためにレビューやってんじゃないですか。そうなんです、ちゃんとレビューで僕は実験したんです。そうそう、これ3点バーストにする方法がですね、はい、ありまして、ここ大切ね、じゃあね、はい、いつ全部大切なんですけど、1時間ずっと大切にしてたらしんどいので、はい、ちょっとまあここ大切と思って、これ3点バーストに入れる方法があります。ね、これどういうことかというとですね、ETU、G&G さんの ETU とかもシステム一緒なんですけど、セミオートポジションにします。セレクターをですね、アズケンスターもしき、照射なんとかどのこの半自動位置ということなんですけど、セミオート位置でございまして、ね、これはセーフティーからセミオート位置にして一発撃ちます。じゃあ今実際やりましょう、一発撃ちます。これセミオート位置にしました、いきますね、はい、お、はい、な、長引き、あ、聞こえました。なんか音しましたよ。カタカタカッとこう、なんかあくまでもなんかもうなんかちょっとあんまり良くない音してるなと思うんですけど、こうカカカカカカッとモーターが音を鳴らします。こうすると なんとバーストになっているということなんですけど、試してみましょうね。それでバースト発射ができると。でね、これね、言っちゃいけないんだけど、フィーリングがね落ち着いてこないの。なんかセンサーの。ほら。これね、なんかちょっと違うのね。ETU とかのレスポンス構造じゃなくて、電子制御しましたよって感じの。だからこれあくまでもセンサーなんですと。だからそのセンサーがちゃんと読めないとトリガーを追っつきませんよっていう。昔の村井さんじゃない、丸井さん。丸井さんの地区っぽい感じ。あれともまた違ってね、トリガーがね、ほんとね、多分スイッチ押してるって感じしないの。ほら、打てなかったでしょ、今。ゆっくり引いてあげるとセンサーが発動する、接触不良みたいなっていう感じに近いかもしれないけど、なんか独特のフィーリング、ああ、こうやってポン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 って、キレがいいって感じじゃない、ね、でも初めてこうな、こう狙ってこうちゃんと待ってあげるとしっかりついてくるって、なんか、不思議なフィーリングなんです。これはね、あんまり僕もない。まあ、今セレクターを、セーフティーに入れたら逆転防止が解除されたので、バネが伸びた。今何の音ですか、いきなりギューって言ったの。これまた押したら、はい、クッと今回1回だけになると、フロートに戻るという、これねかなり面白い。またギューって言いますけど、なんか気持ち悪いですね。フィーリングをあの簡単に別の表現を分かりやすくしようとは全く思わないで言うと、一国道ですね、昔の。あ、衛星 あの反応を返したけど、もうこっち信号入れたけど向こうが届くまでにね、ちょっとそうですねみたいな、そういうズレ感がこの銃でも あるかなと。これね、ただ何よりもあんまり台数がないんですよ。おい、これあのうちのマネージャーさんの佐藤志君が結構本気で後悔してると、ああ買っとけばよかったとああこれないんですよ、この形のモデルが。で今私たちもないからこそ貸していただいてレビューさせてもらってるんですけど、グリップがね、これまたラバーがね、このマイリトルすごくいいのよ。
うまいリトロチーズ。これね、素手でもいいし、素手でもいい。これ素手でもしっかり止まるの。グローブしてたらもっと止まるんだろうけど、素手でもちゃんと吸い付く感じなんですよ。鱗でも大丈夫ね。鱗だとちょっと剥げる可能性があるんで、グリップが高すぎて。でね、ストックもまあ1点で取れるこう QD があったりとか、はい、こちらスリングスイベルのループ通したりとか。前にはない。これがね、そうじゃねえかなと思う。 QD のこれが QD でしょ。あ、こっちも QD か。 QD これは分かんないけど、これなんかいけそうな気もしないでもない。まあ前に QD つけて2点みたいなのもできるし、ケツだけで1点と。で、まあ何も面白くないことを言っちゃうと、これ取っちゃうとハンドガードになっちゃうんですけど、はい、まあ、これ取り外しもできるんですよ。20ミリレールに噛んでるだけなので。で、これだから自分の好きなやつにも付け替え可能と。これもこっちもラバーですか？こっち違うんですよ。こっちは違う。でもこっちのラバーの模様は一緒なんじゃね。模様は多分一緒だけどラバー違い、うん、ラバーじゃない、ね、上は質感がすごくいいのよ。バッドエンドはラバーだったんでしょ。バッドエンドはラバー、甘いリトルですね。でサイトもね、ちょっとかっこいいんですよ。フリップアップになってまして、起き上げたら、まあ、調整も可能で、左右のね、調整可能なんですが、これね、ちょっとね、これ普通にフリップアップだなって多分思われる方多いと思いますけど、これちょっと違う点が1点あります。寝かしますよね、寝かしてもサイティングできるっていう、すごいロードサイトをサイティングできるっていうのもね、魅力なんです。はいはい。でジャージハンドル引っ張っていくと、ホップアップダイヤルがこちらについてあって、ちょっと音は鳴らないけど、ちょっと渋め、自分では回らないと思う。銃に対してここを右左の回転ですね。うん。でザ15周年かな、ヘラームズの刻印の入った、何の15周年なんですかこれ。なんでしょうね、僕も詳しくないです。ヘラームズさん、ヘラームズさんが15周年なのかな、分からないですけど。で、これでなんとですね、これだけじゃないんですけど、機能が、その機能を解明するためには結構ですね、いろいろ分解しなくてはいけないことが多いんですけど、説明書にこのカラーのマークがついてまして、グリーン、イエロー、レッドですね、信号機ですね、はい、赤は進んではいけません、黄色は、基本的に原則進んではいけないんですけど、危ない場合は行ってもよしと、で青は、進んでも良いということでございまして、これは信号機の中で、オレンジですよね、これ多分黄色でいいと思うんですけど、これ今、いや肉眼でもオレンジじゃないですかそれ。まあオレンジって言われる黄色なんですよきっと多分これ。テレビさん、色盲の疑いが、どうですか、多分ですね。サングラスのせいじゃないですか、レイバン、新しいレイバンのせいじゃ、大丈夫ですか。いや、まあオレンジですよね、これは間違いなくでもね、これ多分ね、説明書にイエローって書いてあると思うんですよね。ほう、だからノートエクスと、どっかにその、まあ、あの分解テイクダウンをした状態にしてもらって調整の方をするんですけど、プリコックの調整とかの方法が書いてあるんですけど、これであの、これステップで書いてあって、こういうようにしましょうねって、バッテリーをここで、トリガーをこの位置にしてねっていうようなのがちゃんと書いてあるんです。でカラーが LED の反応がこの色に変わったらこうだよっていうのが、LED ウィルスタートブリンプリンキング、プルザトリガーディフェクトプログブレムザ LED ビルグロー、まあちょっと大丈夫ですか。レッド LED ビルグリーングリーンギアーズモーターズレッドコントロールルーロブビルグザエクジットザ、これね、頑張れば多分解読できないレベルじゃないと思う。頑張んなくても解読できるかもしれない。なんか最近はあれじゃない、そこ写真撮ってあの Google 翻訳でスマホでできるらしいじゃない。あ、そうなの、うん、それ便利ね。だからあのね、漢字だったらもっと分かりやすいっていう人、英語の方が分かるよっていう人はそれぞれありますので、ググれってことなんでしょうかね。これは日本人に対して
勉強したら分かるでしょうぐらいの意見なんでしょうかね、これはね。私はなんとなくフィーリングでしか分からないんですけどまあまあまあ、デメリューっていうのはフィーリングで大体レビューしてるようなもんですから、色が変わってそのファンクションを切り替えていくよと、要はその一個一個のファイアパターンとかの歯車の位置とかを選べますというような内容のことが書いてあるんではないかなと思います。今セクターギアの位置を見てここの位置で停止するというのはプリコックっていう、そういうことが可能ですよということでございます。はい、まあ、一応説明書ですね、これ手に入れてる方はですね、ぜひ解読しなきゃいけないと思うんですけども、分からなければ最悪私たちも問屋さんとかに聞きますので、ぜひぜひそれはね、ご購入いただいた人お問い合わせください。はい、最近さ、毎回思うのよ、はい、外国の製品のもので、ええ、だいたいこうやって LED 入れるじゃん、ええ、日本人はさ、こう海外入ってきたものを解読するわけじゃん、うん、でも解読してもそれ通り動かないっていうのは多々あるのね。プリコックしてるはずなのにしてないと、説明書とちょっと違う仕様になっちゃっているパターンのやつね。それこそ色が赤なのか黄色なのか青なのかって、作ったロットによって微妙にまた変わってるとか、仕様変更とか LED がちょっと変わっちゃったとか、そういうのもあるのでね、ちょっとこれはその期待に合わせてやんないといけないのでね、それぞれお持ちの方は、こちらシースルーの窓みたいになってますが、多断層マガジンでございます。ほう、どのくらい入ってるか見える、見えるね、これだと。で、俺ね、このハイダーがちょっと気になるの。ほう、これ弾道乱れたらぶつかるのよ、こういう系ってかっこいいんだけど。すいませんね、10個向けちゃってますけど、これ中に BB 弾が変な回転かかると、このピッチタイプね、そう、はい、隔壁を貫かなきゃいけないから BB 弾かけてくのよ。そうするともう弾道が乱れるっていう心配あるんですけど、いかんせんかっこいいと、まあ、短いからなんとか、いや、微妙な長さだね、ちょっとね、そこが心配かなということですけど、非常に、でも一つ突っ込ませてもらいたいんですけど、精密にしたいのか、それともエリア制圧で CQB したいのかという両方のコンセプトを持ってる銃になってるなと。この CQR っていうのがクローズクォーターライフルってこと言ってるのかな。いや、ライフルなんです。ライフルなんですか。近接戦闘ライフル、小銃、まあコンパクトではあるけどね。どうかって言われると、握りとかそういうのを見ると他の人も持ってない形だし、うん、ちょっと DDR と、DDR じゃねえ、ダニエルディフェンスとかのね、こうフロントの部分こういうのはあるんですけども、うん、握りグリップした時には確かにいいかなと。で、これトリガーフィーリングを嫌いにならないで開けてくださいでもいや、それは俺見てるだけだけど、絶対嫌いになっちゃうよ、そのフィーリングは。絶対打ちたい時に打てないんだよそれ。もうデザイン、これはね、これはデザイン重視でしょってことでいいよね。打てなかったら手を挙げる近接戦闘で野生のクマと遭遇して、うん、ほらーって言った時に、いや、クマに手を挙げてもダメだ、それ逃げるしかないよそれ。でもこれプリコックの位置の調整とかで若干やっぱ改善されるんですよ、ね、中身なんとかいければいいですよね、そのこれなんか、多分うちのスタッフがめっちゃやってます。あ、今やってる。これを多分もうカスタム終わって、これを結構調整したんです、これでも、はいはい、多分スタートあんまり良くなかったって言ってたので、うん、で、音もめっちゃいいんですよ今、はい、パパンってこう綺麗に切れてるので、そうだね、中身はいじったんですね。中身すげえ良くなってるなっていうぐらい、これで出てきたら、あ、すごいいい銃出てきたなと思ったんですけど、これいじってらっしゃいますから、もうキレあるもん音にもうちょっとなんかいじれればなって気はしますけどね、その辺はね。電子トリガーのその SSS っていうシステムがどういう信頼性なのかってところですよね。だからセクターギア検知じゃないってことなんですよ、うん、一つ分かってるのは、もうそれはアンブレーカブルができるってことはセクター検知の時期は入ってないので、うん、別の信号で読み取ってる、うん、でトリガーもアナログにプッシュスイッチとか押してない感じなんですよ。何かこう切ってセンサーが走るっていう、難しいですね。まあということです。かなりレアの、まあ、デザイン的にはね、やっぱこれしかないですからね。これはデザインもね、
僕デザインものすごいこれかっこいいと思いますよ。だったらあのおにぎりの方とかにも使えますよ、ね、大丈夫ですよ、ね、お母さんね、お母さん困ったのにギュッギュッて入れてさ上からギュッギュッて潰してさ、ね、うん、作っといた方がよってヘラバージョンって言いながらヘラ握りです、ヘラ握りです、そういうですちょっとでもこれはやっぱ CQB を意識したライフル、ライフル、ライフルでいい、なぜライフルで CQB 作った、まあでもライフルだね、ライフルだねAR のね、アサルトライフルの、はい、ものとなります。で非常にかっこいいです。僕も見た目すごく好きです。多分野生のクマはダメです、こういうあの現代版な M4 がダメなんで、やつはクマは見ると襲ってきますんで、撃たれた時に撃てなかったら手を挙げてくださいね。野生のクマが襲いかかってきて、そのまま襲ってくると思いますよ、うん、手を挙げてこうパンパンって言ったらこうやってください。そうするとクマが、え、何タイムっていう風に思うかもしれない。タイム野生のクマタイムは分かりますか？タイム大丈夫ですか？ごめん、ちょっと溜まってて通じるやつと通じないやつがいると思うんです。後でやってみます、じゃあ実写の時はね。いやちょっと危険ですね実写の時ね。はい、ということになります。さあ、長さとも分かっていきたいと思いますけども、ね、結構ライフルとしてはですね、もちろん短い、はい、で CQB としても中途半端な状態に今なってますけども、うん、構えた時にですね、自分の体のサイズではぴったり、うん、人にはよるんでしょうけども、これはちょっと可変はできないので、可変できないから、はい、これ人によっては装備とかにもよってもね、5メーターメジャーで測れますか？ CQBR ですよ、CQR ですね。あ、B ついてなかったね。CQR です。CQR 710ですね。710ミリ。で、まあ800ミリ未満なので、うん、まあちっちゃいっちゃちっちゃい。ちっちゃいっちゃちっちゃい。このケツは長そうに見えるんだけど、やっぱフロントが短い。フロントがね、もうすごい言い方が変だけど、寸詰まりなのねこれ。寸詰まり、ビターってこうハイダーが根元で止まってるんで、ピッチピチなのね。ピッチピチなんですよ。で、マガジンを刺した状態、フリップアップサイトをわざと立てた状態で高さを測りますけども、はい、絶対に移動するときはフリップサイト、フリップアップフロントサイト、リアサイトは畳んでもらって、マガジンも、抜いてもらうということをお願いいたします。い、高さの方が280ミリぐらいですね、280ということでございまして、まあ基本的にはちょっと普通の眼鏡だったら何でも入っちゃうよねっていう、まあマガジンを抜いても結構出っ張るんですけど、よいしょ、結構ねこういう変わったデザイン、そうですね、そのおにぎりの肩の部分が、そうです、どうしてもこれレビューをわざわざ依頼してくれたのに、カスタ中がおにぎりの肩扱いってどうなのよって多分思われるんでね。いやいや申し訳ないんですけど、でも、ね、率直な意見としては、うん、でこれブローバックするんですよ、いきますよ、ほら、ほう、出て、英語で書いてますけど、この間ボルトのやったじゃないですか、ウォッチちゃんの、はい、あなたの指に注意してくださいと同じこと書いてますね、うん、要はブローバックあなたの指にってね違う話聞け、コーションとブローバックファンクション、これ指のマークですね、指怪我しちゃうぞ、ということなので、ここに指を挟むなということになっておりますので、ブローバックも対応しております。はい、というですね、CQR なんですけど、かっこいいね、これね。で、これから音を測ろうと思うんだけど、うん、俺は測る気は全くないのよ。え？俺はない。ああ、私もいつも探しに行くんだけど、会えないから。なるほどね。ちょっとよくわからないんでね。うん。まあ、とりあえず探しに行ってきます。トリマね。はい、トリマ。トリマ、トリマ探しに行く。いや、でも、ありがたいことで、かっこいいよな、これ絶対かっこいい。だからハンドガードをどう持つか、これでもいいんだな、かっこいい、これおねえ、めちゃあ、クマだ、あれ、違った、あれ、何、ジンジラマンのお疲れ様、あー、お疲れ様でした。いたんですか、遠くの方で音を測ってたよ、すごい、チケット持ってないんだ、持ってない、あ、呼ばれてないんだこの団体、あーあーあー、うるさかったね、まあ盛り上がる、エメちゃんの声がね、まあ、いろんな配信に入ってる、そうですね、おすみさんのも見てきたんだけどね、遠くの方で入ってるマックさんのにも入ってる
あなた他の配信の方に迷惑をかけすぎだよ。いやいや、そうね、そうそうそう、ちょっとね、はいはい、注意しよう。わかりました。じゃあ今日はその注意喚起だけでいいですか。はい、じゃあいつもの力が当たってくよ。測る、耳元で、耳元で、それ目ね、目ね、レイバン目に入ってるから。あ、本物になったの。本物、本物。あ、そう、まあいいや。はい、99.8。はい、フル音。103.7。もううるさいよ。あ、来た、うん、うるさいよ、来た、うるさいよ、来たよ。10個いく、いこう。あ、ごめん、設定忘れてた。久々だから。114.3。あ、来た、音、音出てきた、音出てきた。おじさん、うるさい、うるさい、始まる。118.3。戻ってきてるよ。117.4。120.6。ダメだよ俺は。ほら来たよ、やっぱりね。ダメ。分かって分かってます。まあ120いった時点で、ああ終わったなと思いましたけど。もうダメ、販売禁止だよ。いやいや、もう販売禁止、売っちゃってるし。あ、売っちゃってるの。でも音いいでしょ、結構悪くないでしょ。で、うん、これはブラッシュアップとかしてるんだけど、いい音してるじゃない、やっぱり。維持線っていうのが効くね。ああ、モーターは維持線、維持線書いてあるの。書いてある。ああ、元のモーターじゃダメ。元のモーターは多分ね、ピニオンの角が良くないんだよね。あらら、これね、音今聞いてても打っててちょっと気持ちいいですもん、やっぱ。まあ、パスパス、いい音してる、ね、いい音してます。でも大きい音してるから、ちょっと話を濁そうと思ってそっちに持ってったんですけど、ダメですか。ダメですね。ダメですか。ダメです。報告してきます。またね。あの人でも G&G ラーパスにいたんだ。端っこの方に多分いたんだね。いやー、これ困ったもんだよね。いやー、でもねー、あれ終わってんの。まあいつものことだよね。あ、うん、でもね、音やっぱかっこいいな、これ。音がかっこいいってことはないと思うんだけども、音がね、やっぱ自分がこう、自分、まあ改めて言っておきますけど、僕チューナーなんですよ、はい、出どころは。結構いろんな人にジジイラバーでもびっくりされてたじゃないですか。そうなんです、そうなんです。だからちゃんとジジるんですねだって言われちゃって、言われちゃいました、言われちゃいました。デメさんって結局何やってるのっておすみさんにも言われたもんね。もともとはチューナー上がりです。チューナー上がりっつうか、15年もずっとチューナーです。ここ2年ぐらいです。あー、あのね、音階にね合わせて、そうです、調律していくんですよね。こう一個一個こう叩いて、そっちじゃない方ですね。銃の性能を引き出す方です。あー、そっち。はいはいはい。だから内部が詳しいですね、デメさんって言われたら、うん、要はパン屋さんにパン作るの上手ですねっていうのと一緒ですよね。まあ、パン屋さんに、いや、美味しいパン作るの上手ですねって言われたら、それでご飯食べてるわけだからうまくなりますよね。僕も一応そうなんです。銃を分解してカスタムアップやチューニングしてってご飯を食べてきたので、ですから別にこう、うん、この喋るためのポットでの流星群とかじゃないんですよ。流星群、こう一瞬こうパッて目立ってシャーって去っていくわけじゃなくて、ちゃんとこう、銃をいじって実績でこういうのをやらせていただいたんだということなんですけど、ただ、うんうん、皆さんご理解いただいてない方がいらっしゃるからね。あの人何なのって多分思うし、でもまあデメ流に関して言えば、まあ今ちょっと若干変わったらしいですけど、まあ、未だに営業技術主任っていうふうに今書いてありますんで、そうです、ね、デメ流に関して。だからこの間のジジラバの時もほら、はい、営業技術主任だからっていうのを言っていただいてた、はいはい、そうです、そうです、あれちゃんと見ていただいてると、あ、ちゃんと書いてあるから、ただもう今変わったんで今度変えておきましょうか。もう肩書きは出すのやめろ。なんか
あの横文字にしておきます。エグゼクティブなんちゃらかんちゃら、あ、いいねいいね、チーフなんちゃらデメちゃんみたいなねもうなんだかよくわかんないんですけど、これは偉いんですか偉くないんですかみたいな、ね、普通ですみたいなね、あのそうですよ、ですから銃の内部カスタムのことは、話をさせていただいているのは、一応カスタムを、やらせていただいておりましたということで、内部の音のこと、染みついたことなど音がいい悪いっていうのを言わせてもらっております。そうなんです、一応経験がある人が言ってるんだなとちょっと心の隅でも捉えておいてもらえればと思います。あいつただうるせえだけなんじゃねえのかじゃなくて、もともとはそういう営業職じゃなくて技術職からの上がり、営業技術主任ですから、両方やらせて、両方やるというサービス業もサービスマンとしての仕事もやるし、あの、営業職ももちろんやりますので、もちろん分解やら何やらもやりますから、全部やらせられるんですよ何でもやらせられるんです ね、 そうですね、太陽かぶれと言われたら太陽かぶれ、しゃべれと言われたらしゃべると、もう何でもやらせられる、これが、皆さん理想的な社畜ですよ経営者の皆さん、社畜はこうやって育てましょう。さあ、そんなわけでですね、重さの方を測っていきたいと思いますが、重さの方はですね、意外と重いんです。実はメタルでできてたりするのでですね、結構重量の方はあります。見た目は全然重そうに見えないんですか。樹脂かなと思われる方いっぱいあると思いますが、かなり作り的にはですね、金属のパーツが多いです。ということでですね、こちらの方をですね、バッチリと吊るしていきたいんですけど、どこが持つかどこかちょっと不安なところでですね、全国のスラスワの皆様お待たせしました、デメちゃんの吊るしばかり、吊るしにかける思い、思いが重い、金属だね、吊るしにかける思いじゃない、右手の親指にかける、これね、吊るすようにちゃんとね、あ、そこ角度、いや、案外バランスいいじゃないですか、いいですよ、これ止まらない、逆にシーソー、シーソーゲームですね、はあ、おお来た、3300ですね、お、これ3300、これね、さっきより軽いじゃないですか、軽いです、これでもバランスが良すぎて、うん、シーソーで釣り合うまでこうずっとこいつ待ってるんですよ、うん、これいいな、でもあんまり揺らさず離せばいい、バーカあ、いけた、3310、3300ですね、約バッテリー入れただけの、で、引っかからなかったんでまあ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 ね、もう、うん、おったれい、というわけで3300というですね、おっと出ましたけど、まあ銃高いです、あともう手に入りませんこちら、はい、なんかって5万円台です、これも LMG のさっきにも負けないぐらい高いんですけど、買わないで後悔してる方ぜひチャンスがあったらですね、買わない後悔より買った後悔、物は残る、そうですね、うちのマネージャーさんがですね後悔してますので、かなりこう、レビューさせてもらってありがたい、これ僕も触る機会はないだろうと思って触らせてもらったのは非常にありがたいんですけど、これから実写パートとかね、実際ホップアップとか持った感じは非常にフィーリングいいです、くる、で、なんでライフルなんだってツッコミ入れたくなったけど、持ったらあ、いいじゃないのっていう感じでございます、はい、で、実写パートの方でこれの性能を見ていきたいと思いますので、そちらの方をどうぞ。デメリューファン待望のオリジナルデザイン T シャツついに発売。懺悔していいですか、ラバーといえばマイリト、男は黙って LMG などあの名言名台詞を斬新にプリントしたものや、たい焼き名場面をモチーフにしたデザインなど盛りだくさん。今後も随時デザインは追加されます。まずはこの QR コードからか概要欄のリンクよりご確認ください。なお通販のみの限定販売となります。受注販売となりますので店頭在庫はございません。あらかじめご了承ください。はい、皆さんいつもウキウキウォッチングの時間でございます。どうもウキウキウォッチングの時間もう後半パートの1本目でテンションがおかしいんですけど大丈夫ですか。はい、今日はですね、こうあまり後半パート時間をバッチリかけなくサクサクっと綺麗にいって、ちょっとですね、理由としては押してます。しかも5本あって、今僕楽しいことやってたらテンション上がってます。というままでですね、楽しいことやってて、でも生配信見ないとわからない。ぜひ生配信の後半パート見てもらった方がいいと思います。何が起きたか、デメ流の七不思議を解き明かす、ね、プレゼンターが出てきますので、
そうですね、なんか皆さんでも結構やっぱ本編しか見てないって方多、はい、多いかな、ちょっとね、少ないんじゃないの、多いかな、はいはいはい、この間もほら、ジジーラバーズで、はい、初めて私、顔見ましたって言われました、ね、あ、言われましたね。あれ、いやでも生デメとか最近ずっと出てる、毎週出てますけどねと思いながら、毎週出てますね、本編しか見てないんですねやっぱねと。ですね、まあ、ね、でもデメ流から入ってアイスカイの配信も毎日見てる人もいるし、はい、怖いんですよ世の中。そんな怖い中でコメントでチャットしない人がいますからね。そうですね、見てるオンリーの人が、実はずっと全部見てますっていう方いらっしゃいましたでしょ。だからもう、まあ、嬉しい限りなんですけど、ぜひコメントしてほしいよね。みんなこう闇を持ってるわけですよ。あ、まあ比較的あのなんていうんですか、まあフィッシュヘッドエアソフトスターだから、これ伸びるパターンだね、またスタートからね、スターにはやっぱ寄ってきますから。いやいやいや、ね、はいはい、そういうことでいきましょう。じゃあそういうことにしときましょう。はいはいはい、じゃあ5秒前4 あ違う、もう本編撮ったね。いい、いい、はい、ということでですね、ヘラームズの限定商品、はい、こちら、ね、実際のパートをね、実写パートいきたいと思います。マガジン玉東京マラヨネテグラム2グラムを入れ て、ね、なんとって見事に全部オープンしていたというですね、これは後で犯人探しして目をつぶってその犯人ボコボコにしてみたいと思います。デメケン、それでは探索の方から、何年やってんのっていう ね、言われるところですね。そうですね、これはまあ、ちょっと弾が巻き上がるまで、さっきまでちょっとやってた話題なんですけども、まあ、デメ流の仲間の人たちは常に募集してるんですけど、仲良くなって普通にいい人ほど悲しい思いをさせられるというのが最初の傾向ですね。いい人ほど悲しい思い、ちょっとね、なんか面白いぜって気取ってくるよりも普通の人の方がいじられるっていう。お、すごい、やっぱ、お、なんかすごい92.2 これいじってるか出てるか、 92.01 今 92.49 でしたけどね、さっき 92.01、 はい、素晴らしいじゃん、よくやってんじゃないか、うちのスタッフは。はっはっはっは、ああ、はいはい、いいよ、いいよ、よし、92.12か、あんなもんかな、ヒントが多い、ね、92.12、はい、はい、まあ、これアンブレカブルしてブラッシュアップしてさらに2次性を組み込んでる、もう軽パドックのチューニング済みのカスタムになります。これで結果が出てないと、うちは僕は工房に帰って工房の人マウントを取って、とりあえず毛という毛をむしってから、その後頭の上につむじって書きたいと思いますけども、今回いい結果が出たので大丈夫でした。はい、つむじって書くのはね、今日のキーワードですから皆さん覚えててくださいね、つむじ。ただで説明式に言うと、なんとなく、キーワードだって自由に全く関係ないですよね、それね。つむじヘラバーグで。はい。ほっ。ちゃんと待ってあげれば、セミオートついてくる。そんな人間の限界を超えたセミオートストロークしなきゃいけない。だからやっぱちょっと意識してあげないと追いつかないかな。あ、そう、うん、フロートちょっといきますね、うん、バフル良さそうだな、良さそう、うん、弾道も非常に良さそうってことでですね、サイトはどれぐらい合ってるのか、弾道と弾速は今良かったんですけど、球弾もしてますけど、うん、まあ、あとは実際狙ってみてどこまで当たるのかって、これが問題なところでございまして、何が問題って、そこが問題ですよ、当たらないと意味がないんですよ、打って当たらないっていうのはつまり銃の意味がないということです。いやいや、この後のやつ危ないです。この後のやつ、その定義で言うと、当たらない、当たらない銃は、ああ、もう当たらない銃は愛ですよでも当たらないです。じゃあこれちょっとね、当てていきたいと思います、当てていきたいと思います。サイト通りにまずね、下5番を切りましょう。はい、当たらない、はい、当たらない、はい、当たらない、当たるね、めっちゃ当たる、ちょっとホップ強める、ちょっと強める、
このヘラーアームズを打ってみたい方、どなたかいらっしゃいますか。ヘラーいきますよ。ヘラー、あれ中の人じゃない。はい、あ、つむじの人だ。つむじの人はあっちだ。あ、そうだ。あっちっていうな。つむじのクマが怒ってる。大きなつむじの人だ。あ、そうです。俺は大きめなんだ。この後映るけど大きめなんで。大きめと大きいって何が違う。大きめなんで。当たるんですよ。いやかっこいいですね。かっこいいね。欲しいからね。これ欲しいね。実銃のパーツでね、このノブだけ買うだけでも結構な金額になるんですよ。へぇ、なんでこれが付いてるのってなかなか。じゃあハンドマイクとかも全部付いてるのもお得、うん、お得だと思います。へぇ、詳しいですね。オタクなんですか。何のことだかよくわからない。おー、楽しみ。好きなんですか。ちょっとだけ。へぇ、じゃあ全部当てられますね。はいはい、パンデリヒンいきまーす。あ、でもいい、大きいね。いや、出てる。下手なだけですよ。おかしい。ちょっとゲストの人は今日ちょっと一丁ぐらいにしてもらって、打ってもらうから。で、まあパドック準備してるのもありますけど、当たるウェポになってるんじゃないかな。なんかね、ちょっと差し替えると2発消えたんですよ。なんかね、あのプリコックが多分絡んでるんでしょうけど、あ、ノズルかかって2発引いちゃうんですけど、安定してパン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 って打ってるとできない、出ないんですけど、少しタイミングずれたなと思うと2発消えたの。まず弾道はまあ問題ないですけど、ね、感じではありますけどね。非常に、優秀になってるなと。見た目がかっこよくて優秀なのって。もっと、はい、どうぞ。早引きしてない。早引きしてみてください。気持ち悪い感覚になって、今起きてる一刻ですね。これ一刻動画起きてますね。一応許容できる範囲だね。そんなにわざと早引きしようとしなければ。すごく頑張ろうとするとダメなんだ。サバゲーだったら特にも今タマコでしょ。あ、今一発のゴールド落ちたね。シューティングだとちょっとあっていう時あるかもしれないけど、でもサバゲーだったら全然問題ない。サバゲーだったら全然問題ない。でも追っかけて打ってものすごくこう狙ってるとたまにもしかしたらあっていうのが、球出てないっていう時あるかもしれない。これセミオートからセーフティーかけると逆棒から解除されるんで、はい、球ドンって落ちちゃいます。一発ぐらいその時にどうしても、入っちゃったりとかするので、はい、それで2発球打したように見えます。通常の時だと今は発生してなかったんで、これで戻すと球、これ要は逆転してるわけなんで、球が送り込まれちゃったりするっていうことが発生します。レメさんのメモをオンとオフでこう回転する。いや、疲れたかどうかですね。疲れてると回転する。回転します。目回るぐらい、目の回る忙しさってい いうね、うまいこと言った感じになってますけど、はい、というわけで CQR なんですけども、非常にこうですね、欲しい人いっぱいいると思います。ただもっと出てほしい人、
で、金額がね高いってこともあったり、あと限定だったりとかするのでお前はなんか大学生理想だもんな、こういうのな。いくつ？35。絶対嬉しいなまああのね、ぜひもう手に入らない、チャンスがないっていうのは難しいです。もし見つかけたりしたらですね、サタンはないです、限定。今まだ情報来てないんですよね。で、サトシ君はあれは絶対狙いに来ると思うので、どうダメでしょう、もういいかな。クマ主観はダメでしょ、これ。いらない。で、僕みたいに中二心うずうず系の子は結構好きロボっぽくてかっこいい。見た目以上に構えやすい、せやすい、ほーっていう感じだね。これね、普通に構えやすい。見た目が結構さ、ごつごつじゃん、持つと、あ、構えやすいって、結構構えやすいです。ちょっとね、意外性を感じる。もうちょっと変な感じするかなと思ってたんだけど、よい構えると普通にしっくりきちゃったね。だからこのストックの長さがね、ちょっと変えられないから、これバスケートでいじれる、2枚で足せれたりとか。いや全然短いよ、だってクマだもん、人間サイズなんですよ。よし、さあ皆様、つむじチャンスはゲットできましたかここに来るのはい、というわけでですね、エラームズのですね、CQR の方をご紹介させていただきましたが、非常にね、カスタムもさせていただいてますけど、こういうような線路に仕上がってますので、ぜひ使っていただければと思います。今回は時間短縮のためにですね、YouTube でやってます。はい、はい、YouTube の方にですね、コメントの方をいただければ、コメントの方を見させていただいてますけど、ちょっとお時間がなかなかなくて返せてませんが、ぜひ、番組のご感想、温かいコメント、冷たい反応のは一切いりません、はい、心が傷つくだけなので、ね、生温かいコメントを ね、いただければと思います。あとこの撮影現場、興味があるよというような方、まず来てくれる前に一度会えたり、ね、お話できたりした方がいいので、空気感もね、興味があるという方はぜひぜひお話ししてみてください。事前にね、お話しいただければ、はい、何日に撮影しますよっていうのも結構急に決まりますからね。そうですね、生デビューでボッて言ったり、風で流れたりということもあったりとかしますので、ちょっとね、一応こう報告の方させてもらってますので、はい、ぜひぜひよろしければ。なんであと平日ですからね、大体撮ってるのはね、まあ、そうですね、ニート系じゃないと厳しいっていう。今就活中だから、あ、今日も帰ってきた面ですか。いや、ふりかけ買ってあげないといけないおというわけでですね、はい、今回 CQR ですね、の方をご紹介させていただきましたが、ぜひぜひ皆さん、最後まで番組見たよという方、いいねボタン、もしよろしければ合図の一つとして押してください。それとチャンネル登録の方がですね、なんと1万人のここら辺、どっかにあると思います。どっかにある、まあ、友達登録って言ってるから、やらなきゃいけましょうよ。なんか1万人の友達がいるってちょっと自慢できるじゃん。友達100人、俺友達1万人いるんだって言えるのってなかなかないので、ぜひぜひ興味ある方はこの目玉の出たグループたちとちょっと友達になってもらえる、よろしくお願いいたします。お願いします。こちらも手に入らないですけども、もう参考になればと思います。ご提供いただき、はい、ありがとうございます。楽しくレビューさせていただきました。はい、それではですね、次回またお会いしたいと思います。それではバイデン。ヘラアームズってことですか、相方ゼウスかな。あ、そういう、そっちじゃないのかな。ヘラ氏の方じゃない、わかんない、釣りの方じゃない。あ、ヘラムラ氏そうそうそう、へー。